はいどうもロッキーポンです。明けましておめでとうございますということで、ラブキューブの続きやっていこうと思うんですけども、新年早々何中動画出してんだ俺は。元旦の日にエロゲー実況動画を出すっていうのはね、なまあ俺にしかできないと思うこれは、うん、新年早々。まあね、去年はエロが足りてなかったから、今年はもうエロ全開でいきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。あ、そうだ、こっからだったね。黒猫の黒が出てきて、そうだそうだ、そんな言い訳をしつつ黒の喉を撫でる。お前はいいな、気楽そうで。あれ何ちゃんだっけ、何ちゃんだっけ、これひじりちゃんだっけ、やばい。やばい、久しぶりすぎて名前忘れちゃう。なんていうものこれ、ひじりちゃんだったっけ、あかりちゃんだ、あかりちゃんだ、うん、失礼しました、あかりちゃんですね。あかりちゃんにはカッコつけたいけど、俺はぼちぼち厳しいぞ。かわいいな。でもこういう黒猫を家に招いて、なんか病原菌いっぱい持ってそうで僕はできないですね。うん、喉を鳴らしながら頭をすり寄せてくる。かわいい、でもかわいいな。正直特にパッとしないままもう3年、練習もしているし勉強もしているけれど、その結果が84円の貯金残高か。そうだそうだ、金がめっちゃねえんだよな、貧乏エロ漫画家だから金が全然ねえんだ。84円ってもう残りカスじゃねえか。小学生の頃から夢だったんだけどな。夢を持つってのはいいことですね。ちなみに俺は小学生の夢はね、大工さん、高所恐怖症になっちまったけど。大きなため息を吐きながら何度も読み返してボロボロになった漫画を手に取る。俺が漫画家になりたいと思った作品、何百回と読み返した漫画を開く。一番いけないのは自分がダメだと思い込むことだよ。ドラえもんは本当にいいこと言うよな。ドラえもんってもうドラえもんのパクリじゃねえか。ノラがかかってんのか、そういうわけじゃねえか。ノラえもんね、ノラドラえもんね、有名なセリフが目に留まる。この漫画のように読んでくれた人を元気にできるような漫画を描きたい。その気持ちだけでやってきたけど、ガキの頃は何でもできると思っていたのに、現実はきついな。現実はギリギリアウトな生活のエロ漫画家。エロ漫画家ってなんか稼いでそうなイメージあるけどね。エロ本書いてんでしょ、もう稼いでそうなイメージあるけどな。別にエロはエロで楽しいし好きだし、日頃の仕事ではあるけど漫画には変わりない。大事な実践経験と収入にもなってくれるし、最近はこっちで経験を積んで表に出ていく作者も増えた。なるほどね、エロ漫画家で生計を立てて生活基盤が整ったら好きな漫画家を打ち出していくっていう作家さんが多いってことですかね、なるほどね、ステップアップしたら描きたいものを描くと。厳しい世界だな。だから不満があるわけじゃない、むしろ肩書き上では夢を叶えたわけだけど、でも売れない漫画家は無職と変わらないんだよな。まあでも生計が成り立ってないならな、まあしょうがねえよね。バイトしろ、もうバイトしろよお前。ようやく出せたコミックスも鳴かず飛ばず、 Twitter のフォロワーも3年やって300人程度。ギリギリ感が半端ねえな、 Twitter って。これは Twitter のことだろ、 Twitter って。そして3年で300人って半端ねえな。しかも半分くらい業者赤だしな。俺もね、DM でね、結構来るよ。私とパートナーになってくれないですか的なね。うん。業者からの DM で、俺毎週5000万くらい当たってる。当たってるわ。なんで俺のフォロワーには、こんなにセフレ募集が多いんだろうか。あと、エロ写メ送りますか。改めて見てちょっと切なくなったので、そのままタイムラインチェックに目をそらす。ん？この記事は、そこに流れてきた話題に目が止まる。黒猫は幸福の象徴で神様の使い。へえ、お前って実はすごかったんだな。
いや、あのマトリックスでもなんか黒猫注目されてたよね。うん、僕はあのシマシマが好きですけど。興味なさそうに泣く黒を撫でながら、なんとなく興味を惹かれた記事に目を通す。なになに？黒猫は幸福の象徴、神様の使い。ふむ。読めない。これなんでも、なんとかは逆に悪い、なんとかもあるみたいだけど、こんな話もあるんだなと思って記事を眺める。なあ黒様、お前神様と結構いい感じの仲って話じゃないか。ここは一つ俺とお前のよしみで神様にお願いを伝えちゃくれんかね。わー、これはいいってことなのかな。おお、そうかそうか、聞いてくれんのか。じゃあなんとか漫画家を続けられますように、あとできれば幸せになれますようにって感じで、最後にパンパンと手を叩いてお願いを締める。もう黒飽きてんじゃないか。ベロがいいね。黒は盛大にあくびをして俺の膝から立ち上がると、前足で器用に窓を開け外へと飛び出していってしまった。猫って器用だよね。猫にまで呆れちまったか。困った時の神頼みって末期も末期だもんな。信仰心があるわけでもあるまいし、そりゃ黒には呆れられても仕方ない。そんなことを考えながらまた布団に背中から倒れ込む。たった今お姉ちゃんが帰宅したよ。うわ、帰ってきた。これが皆さん、あの爆乳担当編集のあきらちゃんですね。うん、ドジっ子ですね。いい子にしてた？いたずらしてない？変なの食べてない？なんか心配量が半端ねえんだよな、お母さん。いや、いい返事だね。よしよし、よしよしよし。こういう世話好き女子に限ってもうネトラレとか多いんですよ。世話好き女子はね、ネトラレ多いですからね。皆さん気をつけてくださいね。ほら、ゴロゴロもしてあげちゃおう。ゴロゴロ、完全に猫扱い。ゴロゴロゴロ、俺も飼い主に甘える。案外ペットとしての幸せもありだな。飼い主に恵まれた俺勝ち組。うん、あかりちゃんにされるがまま身を任せる。コンビニでお弁当買ってきたから食べよ。もう完全に猫じゃねえかよ。コンビニ弁当をもらうって完全に猫じゃねえか。バロじゃん、焼肉弁当だぞ。お、焼肉弁当いいな。でも俺あれなんだよね、いろいろあるじゃん、あのカレーとかさ、焼肉弁当とかメンチカツとかいろいろあるんですけど、俺意外とね海苔弁が好き。海苔弁のね、あのバランスがね、もうトータルバランスが一番取れてると思う俺は。なんで弁当の話してんだ。こいつはパワー出るよ、パワー。あ、あかりちゃん、お弁当が強烈に斜めに。どこのワイシャツについたんだ、おい。お前のこのワイシャツについたのか、おい。ブラック勤めで洗濯できてないからラストシャツなのに。あ、ブラックとか言っちゃうタイプなのね。うん、ブラック企業とか公言しちゃうタイプなのね。うん、そういうタイプね、あかりちゃんね。うん、じゃあとりあえず俺が吸おうか、シミになる前に。下ネタか、おい。イッチのバカ、このエロ漫画の。そうなるよね。うん、それもエロいよ。それもエロ漫画のだろうが、バロア。おい、もう吸わせてるよとか女子なかなか言わねえかんね。あ、そっち。そんな選択肢をすでに考えていたとは。あかりちゃんもブラック勤めで疲れてるのかもしれない。とりあえずあかりちゃんにさっきの高級ティッシュを差し出す。あ、あかりちゃんの携帯がな。はい、東坊城です。はいや、皆さんこれね、見てる人学生多いと思うからちょっと言いますけど、これレスの速さってめっちゃ大事だから、仕事で。うん、めちゃめちゃ大事だから。まあ、ちなみに俺は 0.01 秒で出るけどね。うん、もう顔面にスマホ常に待機して置いてますね。うん、あ、ごめん、俺ニートだった。はっ、ネームはバッチリです。今回は姉ショタであります。おっ、もうすごいな、社畜根性が染みついてるな。壁に向かって
お辞儀やら敬礼をしているあかりちゃんを眺める。あそこの女編集長怖えもんな。あかりちゃんも大雑把なところがあるからよく怒られている。まだ壁にエアお辞儀を繰り返しているあかりちゃんに目頭が熱くなった。せめて俺のことであかりちゃんが怒られることはないように努力していこう。ごめんごめん、電話終わった。完全に社畜だな。社畜巨乳だな。社畜ツインおっぱいだな。それでさ、イッチどうした。はっ、何でありますかあかりちゃん。ビシッと敬礼。あかりちゃんが社畜なら俺はお姉ちゃん地区である。あかりちゃん調教の成果だ。お姉ちゃん万歳。石高先生ってわかるよね。石高先生まだ出てきてないですね。石高先生ってあかりちゃんのとこの看板作家の大先生でしょ。あー、もう天と地の差あるやつね。うん、いるよね。もうね、もうエリート組ってやつですか。イッチとデビュー同期だけど、うちの表紙とか書いてる大先生。あ、痛い。そのツボ地味に痛い。容赦なく痛いツボを激推しされる。ついこの間の新刊も売り上げ絶好調だしね。あ、もうすごい。もうこれナチュラルにディスっちゃうタイプね。うん。重版も3回目だし、出てからずっとうちの売り上げ1位だよ。やばいやばい、オーバーキルオーバーキル。あかりちゃんオーバーキル。初版でダブついてて本当申し訳ないです。オーバーキルだよ。完全に1オーバーキルだよ。まだ同じツボにダメ押し。まあ俺も石高先生の新刊持っているけど、てかこの業界で仕事しててその名前を知らないはずがない。でその大先生がどうしたの。なんか連載が増えるらしくて緊急でアシスタント探してるんだって。これチャンスじゃねえのか。イッシー、アッシーなろ。イッシーのアッシーなろ。え、イッシーのアッシー。はい、次行こう。足は使いたくないって前に言ってたんだけどね。あ、なんかそういう作家もいるんだな。でも時間ないならそれも仕方ないってあたりがプロだな。うんうん。あ、全部一人でやっちゃうタイプね。もう俺と一緒だな。満足そうに腕を組んでうなずく。月一本くらいなら自分一人の作業が普通。でも月数本、週刊誌なら足さん数人が普通。そんだけアシスタントが養えるくらい売れている前提の話だけど。いいな、俺も欲しいな。俺もアシスタント欲しいな。もう編集やってくれるアシスタントさ、もう全部大変なんだよな。でその話が俺にってこと。イエース、そういうこと。おー、なるほどね。無理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 。俺みたいな下っ端がやる仕事じゃないでしょうそれ。もっと上手いプロアシとかいっぱいいるじゃん。上手いプロアシさんは売れてない作家より忙しいからな。あ、これもオーバーキルですね。はい。こいつ人の心のガラスを割るスペシャリストだな。やっぱりな。あ、また痛い。そのツボも痛い。3度目のパンチ。的確な連続攻撃にちょっと倒れそうになる。いや、全くもって事実なんだけども。いや、本当にありがたいお話だとは思うけどね。俺に務まるとは思えないっていうかね。足に行って同期のエースにケチョンケチョンに言われたら、俺結構再起不能のダメージ負っちゃうよ。でももう世話すんごいし今更じゃない。やべえ、こいつ本当ノーフィルターだな。あ、痛い。今のもうダメ。死んじゃう。とどめの追い打ち。返す言葉もなさすぎて死にそう、本当に。でも編集長がね、綴り気は下手じゃねえのにな。いるんだよな、こういうついてない作家。おーおーおお、テンション上げてくれるな。編集長はいいやつそうだな。全体的に普通ってか、小綺麗だけどパワーがないっつうか、花がないんだよな。あ、もうディスってる、ディスってる、もうそれディスってる。大丈夫だよ、多分。もうフォローになってねえんだよな、おい、ツインおっぱい。全然フォローじゃないけどね、それ。9割ダメなことしか言っていないし。あ、もう読めない、ごめん、みんな読めない。むしろ、やや、なんとか目が入ってる気がする。編集長の評価が、
地味に今日一番強烈なパンチだったかもしれない。イッチーは卑屈だな。もっと前向いていきようよ。お前が下向かせてんのよ。お前がさっきからガン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 俺の頭立てでした。もうディスリーのスペシャリストですね。それに編集長が本当にダメだと思ってたら掲載自体してもらえないよ。あ、なるほどね。編集会議で掲載作品選んでるのは編集長なんだから。なるほどなるほど。まあ一応最低レベルでも評価はしてくれてるってことなんですかね。うん、まあそれは確かに。今日日単行本を出させてもらっているだけで十分だし、そのチャンスを物にできないのは自分のせいだし、それでもまだ見捨てられていないと言われれば必死になりつつも納得する。それに大先生の仕事を間近で見れるんだよ。そんなのお金払ったってできない貴重な経験だし、それに今行き詰まってるイッチーのヒントになるかもよ。あ、なるほどね。盗めるものは盗めと。うんうん、あかりちゃん、でもやっぱりさ。うん、あと足代は原稿料より全然いいって言ってた。バイト代の方高けんじゃねえか。ぜひやらせてください。お願いします。音速で頭を下げる。お前にはプライドがないのか。まあでもね、稼ぐためにプライドってのは必要ないですからね。うん、いい判断だと思いますよ。オッケー、じゃあ編集長にはそう返事するね。お願いします。ちょっと電話するから待ってて。お疲れ様です、東坊城です。おお、すごい、やっぱりこうなる。もう切り替えがすごいな。編集長に繋いでいただけますでしょうか。オスオスはいらないと思うよ、あかりちゃん。うん、あかりちゃんが再びエアおじぎをしながら電話をかける。石高先生のアシスタントか。ついギャラの話で頭を下げちゃったけど、今まで誰かにちゃんと習ったことなかったし、報酬も魅力だけど何よりいい勉強の機会だよな。自分も載っているエロ漫画雑誌を手に取る。表紙には抜群にエロ可愛いイラスト、それにデカデカと印刷された石高の文字。表紙をめくればすぐ石高先生の先頭カラーページ。やっぱりうまいよな。本当にすごい先生なんですね。うん、まあ一番トップの業績の方ですからね。うん、絵も構成も申し分なくエロい。思わず見入ってしまうくらいの花がある。実は密かに目標にしているエロ漫画家。デビュー同期でこれだけ結果を出していて尊敬しないはずがない。正直くすぶっている俺とは比べ物にならない相手だし、あかりちゃんの言う通りいくら金を出しても買えない経験だよな。まあ、こういうのは大事ですね。うん、こういう経験は大事だと思うよ、イッチ。うん、それに石高先生を間近で見たら刺激受けるだろうし、3年目で確かに目標があやふやになってだれてたし、この機会で何も成長できなかったらその時はもうやめちゃうってことなんですかね。もうエロ漫画家やめて強姦に走っちゃうっていう話ですかね。うん、そう覚悟を決めて本を閉じる。おお、よかった、やったな。じゃあ今から挨拶に行こっか。おい、なんで何も言わねえんだよ。緊張してんのか、おい。え、今から。ずいぶん急じゃない。だからさっき緊急だって言ったじゃんか。言葉足らずなんだよ、バロー。緊急って緊急って、うん、社会経験ないの、あなた。いや、そうなんだけど、その自分小心者なんで、心の準備と言いますかね。あまりに急な話に変な汗が出てくる。今決めたばかりの覚悟が即迷子でオロオロしてしまう。何言ってんだ、イッチーはほんとヘタレだな。お前ヘタレ好きだろ。チャンスには食らいついて食らいついて食いちぎるんだよ。食いちぎっていいんですか。最後に物を言うのは根性。はい、副将。最後に物を言うのは根性。いや、言っていることはわかるんだけどね。言えよ、イッチ。俺が言っちまったじゃねえかよ。でも今日はシャワーも浴びていないし、ガスも昨日から止まっててね。あ、あかりちゃんのおむこもいいかなって思ってきた。
式はいつにする？黙れ、怖くない？怒り方が武士。そんな理由で私の婿になろうなんて、私の理性が許しても乙女心が許すか？理性許してるってことは心も許してるじゃないの？まあいいんですけど。シャワーなんて水が出れば十分。やべえだろお前、冬どうすんだろお前バロ。骨は拾ってあげるから気合と根性見せ。ムーブムーブムーブ。あ、でもこういう前向きな女性は好きかもしれないですね。うん、もう常に前だけ見るっていうタイプですね。うん、ツインおっぱいも前向いてるしな。真面目な話言ったら急に下ネタ入れるっていうね。了解であります、お姉様。お姉ちゃんは基本的にスパルタ属性だった。お、なんか移動したね。石高先生、こんなとこに仕事場があるんだ。横浜駅前のオフィス街を見上げる。最寄りは同じ横浜駅でも、うちは駅向こうの古い住宅街。こっちの新興オフィス街とは何もかもが比べ物にならない。歩いている人の雰囲気すら違う気がする。まあ、なんか場所によって雰囲気変わるとこありますよね。まあ、こういうとこ好きですよ。こういうなんていうんですか、もうコンクリートジャングルみたいなとこは僕大好きですね。田舎が嫌いなんで、キャンプは好きだけどね。矛盾してるな。こういうオフィス街はいいな。歩いてて気持ちいいよね。この辺りなら編集部も近いから便利だね。なるほど。でお前その格好で行くんだ。石高先生は超人見知りだから、打ち合わせもこっちから行かないとだし。漫画家ってやっぱ人見知りのイメージありますよね。対人コミュニケーションが取れない代わりにペンを書いてのコミュニケーションは半端ねえみたいなね。うん、僕と一緒じゃないですか。はい、次言います。売れっ子作家はいろいろ違うな。打ち合わせ自体がない俺とは無縁の話だ。地味にへこむ。てか、そんな人見知りの人のところにいきなり俺が行って大丈夫なの？そのために私が同行してるんじゃんか。ああ、なるほどね。バーターになってくれるってわけですね。ツインおっぱいバーターですね。基本的に男の人は NG 出されてるんだけどね。男の人 NG ってことはやっぱ女なの？おい、エロ漫画家描いての女なの？売れっ子作家。まさかね。え、どういうことなの？は超ヘタレだから無害だろう。あと暇だろうし。お、ここでもブーメランじゃねえかよ。おい、お前に1の何がわかんだ。ってな感じで推薦基準そこだったんだ。編集部公認の売れないヘタレエロ漫画家。まさか自分のプロフィールがそんなだとは。クソ、事実なだけに何も言い返せない。はがみしながらあかりちゃんの言ったことに疑問が生まれる。あれ、男 NG って何？大先生になるとハーレム状態じゃないと仕事できないってこと？んなわけないでしょうが。石高先生は女の子だから男の人は嫌なんだって。お、やっぱり女？え、女のエロ漫画家って半端なくない？え、女の子というか石高先生いくつなの？イッチーと同い年じゃない？同い年の女の子がエロ漫画描いて売れ筋？絶対可愛いやつじゃん。マジでか。デビュー同期ってだけじゃなくて同い年の女性作家だったとは。同じ年齢でこの差ってやっぱり天才っているんだな。しみじみと遠くの空を見つめる。俺も一応は小学時代から漫画家目指してきたんだけどな。ああ、でも小学生の時に隣に住んでいたやつもやたら絵が上手かったしな。高校の部活満研の後輩にもあっという間に上手くなった子もいたし。そっか、頑張っているのは俺だけじゃないんだよな。卑屈になるどころか、いっそすがすがしい気分でビル群を見上げる。ちっか、まあ、この距離新宿ストーンの距離だぞ。ちっか。そんな格好しているお前に最低って言われたくないけどね。あの、今はむしろセンチメンタルな感じだったんですけど。
これだから男はな、パソコンと女は新しいに限るとかどやっちゃうやつもいるしな。誰だそいやでも言ってることYouTuber じゃないですかその人若くて可愛い女の子がいたらすぐこれだよ、鼻の下ビローン。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回どうなるんでしょうかね。多分幼馴染が出てくるんじゃないですかね。マジツインおっぱい、皆様今宵のマジックは楽しんでいただけたでしょうか。ではまたお会いしましょう。 See you next illusion。